あなたはもう忘れたかしら。皆さんご機嫌いかがですか。石原純子です。今回からですね、可否があるところを巡っていこう、純散歩可否を巡ろうということで、今回の第1弾になります。私の事務所が実はこの神田川というところの、向こうにいたところにあるんですね。なので私はこの神田川といいますとすごく馴染みのあるところなんです。それも、私が東京に出てきまして何回か引っ越しして、ある時にこの、高田馬場周辺に住むことがあるんですね。でその時にこの神田川沿いを歩いたりとか、この神田川に出てくる銭湯に通ったりとか、すごくゆかりがあります。だから最初の、この可否巡りはぜひとも神田川ということで、こちらが神田川です。1996年平成8年に、建立されました。神田川四季の道ですか、ずっとこの先の向こうの方まで公園がありまして、これを作られる時にせっかくだから、この可否を建てようじゃないかという区の人の、あの話からこちらの方に建てられるようになったわけです。一番の歌詞がちょっと見にくいと思うんですけども、あなたはもう忘れたかしら、赤い手ぬぐいマフラーにして二人で行った横丁の風呂屋、一緒に出ようって言ったのにいつも私が待たされた、洗い髪が芯まで冷えて小さな石鹸カタカタ鳴った、あなたは私の体を抱いて冷たいねって言ったのよ、若かったあの頃何も怖くなかった、ただあなたの優しさが怖かった。ご覧のように、作詞が北条誠さん、そして作曲が、そして歌われている南こうせつさんのお名前も刻まれています。やはり何といってもこの神田川、もう日本を代表する名曲となりますけれども、北条さんは、高田馬場、早稲田の、大学生ということで、その大学時代に髪の長かった、その大学生の女性と同棲することになって、その時を思い出して書かれたのがこの神田川という、もう時代背景もやっぱりあの昭和のこの古き良き時代っていうんですかね、もう神田川を聞くと私も、1日使えるのが100円とか200円、そのなけなしのお金を使って、石鹸を持ってこう洗面器を持ってカタカタと音を立てながら私も銭湯に通っていたので、この歌は私もすごく思い出の深い一曲となっています。この神田川結構な距離がありますので、これからちょっと散策をしていきたいと思います。なんと言いましてもこの神田川はものすごい桜の名所でございます。まさに今満開の時ですので楽しんでいただけると思います。こちらが神田川四季の道ということで結構な距離があります。今私たちがいるのがここ、大久保通りに面しているところなんですが、末広橋というところですね。ここからずーっと神田川を、こう下っていくんですね。このように水の流れがありまして、この御滝橋、この辺りに北条先生はお住まいになっていらっしゃったそうなんですね。で先ほどの可否も実はこの辺りにた作るのがいいんじゃないかと言われていたんですけども、設置するところがなかったということで、この、遊歩道ができた時にこちらの方に可否をつけたということになります。私はこの神田川の歌を歌う時はこのまさにこの神田川のこの情景風景を思い出しながら、歌ったりしています。では今まさに桜が満開ですので見に行ってみましょう。ご覧ください、これが神田川の桜になります。こういった景色がずっと2キロ近く、もうちょっとあるかな、片面だけにこうやってあったり、両側からこういう風にされていたりするんですけども、満開かと思ったんですけど、今日が3月の28日になりますけども、七分咲きといったところでしょうか。もうちょっと楽しめそうですね。かぐや姫が歌われ
れた神田川、やっぱり歩いてみると、実際歌ってみるときにやっぱり気持ちの入れ方も変わってきますよね。桜並木がいっぱいあるこの神田川、皆さんいかがでしたでしょうか。それでは私石原純子が歌う神田川、お聴きください。あなたの優しさ。